ガンダムと交戦する、シャア専用ザク。大阪府水田市のエクスパシティにて。ザク2は、ガンダムシリーズに登場する架空の兵器。有人操縦式の人型機動兵器、モビルスーツの一つ。初出は1979年放送のテレビアニメ、機動戦士ガンダム。作中の敵側勢力である、ジオン公国軍の主力量産型 MS で、 後発の広告 KMS にも見られる頭部のモノアイカメラに左肩の3本のスパイク、右肩の逆 L 字型のシールド、および各部の動力パイプが特徴。ガンダム放送当時のロボットアニメとしてはまだ珍しかった量産機であり、同型の機体が劇中に多数登場する。量産型の標準塗装は緑で、主人公アムロレイのライバルであるシャア・アズナブルの機体は、 角飾り付きで赤く塗装されている。なお、名称の2はガンダム放送終了後の設定で付与された。本記事ではザク2の一部バリエーションについても解説するが、機能を特化していない機体群に限定する。他の機体群に関しては以下を参照。ネーミングは総監督の富野義行でザコと軍隊のザクザクといういわゆる軍歌の音を組み合わせたもの。 放送終了直後のインタビューで大きい人が歩くと地面がザクザクと音を立てるところから取ったと発言している。機動戦士ガンダム劇中では単にザクとのみ呼ばれる。放送当時の1979年12月に日本サンライズから発行された書籍機動戦士ガンダム記録全集1においてもジオン広告軍、ザクとのみ記述される。機種ごとに 様々な名称が生まれたのは放送終了後のこと。書籍、ガンダムセンチュリーにおいて、いわゆる、旧ザクオ、MS-05 ザク I、通常型の、ザクオ、MS-06 ザク II として区別された。この設定は、モビルスーツバリエーションや書籍、エンターテインメントバイブルシリーズでも踏襲された。また OVA、MS イグルー1年戦争第3話では、 映像作品において本機が、ザクアイと共に、ザク2と呼称されるに至った。機動戦士ガンダム公式ウェブでは、日本語表記のザクと英文表記のザク2が併記されている。シャア・アズナブルが登場する赤いザクの名称は、設定画では、シャアのザクとされていた。1980年5月発行の機動戦士ガンダム記録全集2では、ザク。 同年8月発売のプラモデルの商品名は、シャー専用、ザクとされた。またこれに対して、通常のザクの商品名は、量産型ザクとされた。センチュリーでは、機動戦士、ガンダムの劇中に登場したザク2が MS、MS-06 回、地上で登場した機体が MS、MS-06J という形式番号であるとも、設定された。映像作品でも、機動戦士、 ガンダムゼータゼータ第12話で宇宙に遺棄されたザク2を発見した受動アーシュタがザクだよ、本物の MS-06 回だと述べる場面がある。デザインは大川原邦夫が担当した。作画監督の安彦義和による作画参考用の画工はあるものの、安彦はデザインには関与していない。機動戦士ガンダムにおいて、 大量生産の量産型、登場するのはごく普通の人間である一般の兵士といった、モビル、スーツが兵器であるというコンセプトを具現化し、それまでの侵略者の手先である謎のロボットとは一線を画す、作品の斬新さや革新性を担っていたのは、旧来のアニメロボットの伝統の影を色濃く残した、主役ロボットのガンダムではなく、敵ロボットであるザクであった。デザインのモチーフは、 背広と防毒マスク。アパレルメーカーの企画室で働いていた頃の経験を活かして、ザクのシルエットには背広のラインを取り入れている。また防毒マスクは、大河原が幼少期を過ごした戦後間もない頃にはまだ、家庭の縁側の下などに放置されていて身近なものだった。動力パイプはわざと剥き出しにしている。パイプが外に出ているのは兵器として、 ウィークポイントになってしまうというのは分かっていたが、それがあるのとないのとでは脳裏に残る形がまるっきり違ってしまうので、あえてそうした。シールドが右肩にある理由は、アニメの設定上、よく見えるようにするため、大河原のインタビューによると、当初シールドは左肩につくようにデザインをした。しかし、アニメの設定側、左斜めから見たものが、 当時の形式となっていたため、これに沿って描くと縦の影に腕が隠れて見えないことから反転して描いた。その結果、機動戦士、ガンダム UC のギラズールに至るまで、ザク系の MS は右肩にシールドがつくというデザインが続いている。ザクのデザインが生まれたのは主役ロボットに対するもっとかっこいいものを作ってやるという大河原の反骨精神から。 主役ロボットには、スポンサーやアニメ制作会社の意向など色々な人間の意見が入ってくるので、デザイナーとしては大変な面も多く、フラストレーションも止まった。一方、当時は敵を売る売れるという時代ではなかったので、メインのロボットのデザインさえ決まれば、スポンサーからは何も言われなかった。ガンダムで言えば、商品化を前提としたマーチャンダイジングの対象は、主人公側のガンダム、 ガンキャノン、ガンタンクの3体であり、ジオン側のメカへのデザインの制約はほとんどなかった。総監督のトミノからも、物愛いだけは守ってくれという指示があっただけで、それ以外は自由にやらせてもらえた。機動戦士ガンダム第1話からほぼ全編にわたって登場する。記録上では、宇宙世紀史上初めて実戦で、MS 同士が相対したのが、ガンダムと本気である。 しかし、序盤でこそ、圧倒的な力を見せるも、本家を凌駕する性能を持つガンダムを有する、ホワイトベース隊に中盤まで流行られ、役となり、終盤では、連邦軍 MS 隊によって次々と撃破される。テムレイが住み込むジャンクや周辺にも、頭部が放置されている。テレビアニメ、機動戦士、ガンダムゼータゼータでは、ネオジオン軍が、自軍の戦力として使用している。 この時点では、かなりのロートル機であり、敵機と遭遇する確率の低い紹介などの任務に使用されており、第39話で運悪くガンダムチームとの交戦を余儀なくされた部隊は新兵器のゼータゼータ、ガンダムの前にことごとく撃墜される。基本性能に変化はないが、コクピットはリニアシートに換装されている。一方、第12話ではマニアに人気があり、 高く売れることが描写されている。宇宙空間に放棄されて浮遊していた機体がアーガマに回収され、その機体の頭部を当時破損していたゼータ、ガンダムの頭部の代用として緊急的に取り付けて出撃する場面もある。この時の機体は便宜上、ゼータザクと呼ばれる。なお、その際の視界映像はモノアイラインそのままにしか映らず、支柱の影すら映っていた。 テレビアニメ、ガンダムでは、ルジャーナミリシャによって、ザク2とザクアイに容詞が告示した、機械人形が多数発掘され、ボルジャーノンと呼ばれている。また、そのボルジャーノンのパイロットたちは、黒歴史の記録映像に登場したザクを見て、歓声を上げている。漫画、機動戦士、クロスボーンガンダムゴーストでは、サイド3のズム特別戦争博物館に、 稼働状態を保って収蔵されていたザクに、主人公フォント某が登場し、木星の最新機と交戦する。ゴーストの時代設定は、宇宙世紀153年であり、ザクの収益から実に70年以上を経ての実践であるため、もはや性能面では、勝負にならない上に丸腰であったが、あまりにも古い機体ゆえに、最新 MS の OS にはデータがなく、機体のサイズ差から、 センサー系を誤認させて敵をかく乱することには成功する。サイド3からの脱出に使用された後はそのままフォントの蒸気となり、ザンスカール帝国のアドラステア級からデータを脱出する作戦にも投入された。ミート・オブ・トゥーンではフォントを追いかけるためにベルが登場し、敵による発見を防ぐために一旦機体は放棄されて戦闘終了後に回収され、最後は マリアシティでの作戦において、ファントムの偽装に外装を流用する目的で解体されている。ジオン広国軍は MS-05 ザクアイを開発して、実戦投入を行った後、熱核反応炉を更新して、パイプを利用した冷却システムを導入した新型機として MS-06 ザク2を開発した。MS-06 は MS-05 から、 全面的な再設計が行われており、完成時の形状が異なったことから、新たな形式番号が与えられた。MS-06 ザク2の初の量産型は A 型であり、さほど生産されなかった同期を引き継ぐ形で C 型が生産され、海戦初期の主力として運用される。そして C 型と同様の外観を持ちながらも、最も生産された機種が F 型である。 UC79 年1月からの1年戦争開戦後、ブリティッシュ作戦を完工した1週間戦争時点で、MS-06 は A、C、買い方が運用されていた。また、開戦時に、ブリティッシュ作戦に従軍した本機の部隊は、長時間の冷却剤タンクを背負っての作業にあたって、次々と連邦軍に撃墜され、優秀なパイロットを同時に多数失っている。 MS-06 z a 2の一年戦争中の生産機数は、派生機を含めた連邦、ジオン両軍を通して最高の生産数とされる。総生産数については諸説あり、ガンダムセンチュリーでは、ザクアイを含めて約8000機、そのうち F 型は3246機で最多としているが、バンダイ発行の B クラブ70号では、派生機を含めた、 創生産数を4000機としており、それに次ぐのが、8生機を含めた、創生産数3800機となる事務としている。ザクマシンガンザクが使用する、MS 用、マシンガンの総称。通称は、ザクマシンガンであるが、ライフルと表記した資料も見られる。接近専用の装備とも称され、単発トレンシャの切り替えが可能。弾薬は主に薬室上部の円盤型弾層から、 供給される。状況に応じて破壊力を重視した榴弾や、鉄鋼榴弾を使用する。ポケットの中の戦争フィルムブック2巻によると、当初は、従来式の大砲に発射スイッチを仕掛けた単純なものを想定していたが、重量や反動での損傷、宇宙空間での姿勢制御など、多数の問題点から方針を変更。続いて一時下で400から500。 メートル毎秒程度で局射弾道の射撃を行うことを目指したが、MS が戦艦に肉迫できると判明したことで初速への要求値が100メートル毎秒に引き下げられる。さらに断続的な射撃より連射が有効と判断され、低反動低初速で榴弾を連射するというコンセプトで開発が進行した。作動機構はガス圧式や反動利用式などが上がっていたが、 最終的に電気作動式が採用されている。ザクバズーカもともと大艦用に開発された合計 280mm または 240mm のバズーカである。最初のテレビシリーズ劇中での対艦戦闘における核兵器発射の明確な描写はないが、ムックガンダムセンチュリーでは次元作動にセットした核弾頭で戦艦を一撃で沈めたとあり、 連邦軍の戦艦も、また核ミサイルで対抗していたとも記されている。ただし、映像作品、MS イグルマイナス1年戦争広くマイナスのルー、無戦役では、核バズーカや核弾頭の使用描写はなく、通常弾頭であった。南極条約の締結後は、核兵器の使用ができなくなり、威力が落ちたため、様々な改良型が開発されることとなる。雑通以外の MS では、 津ダ、0083第4話のドムトローペン、おっこなどが、ザクバズーカを装備している。相談数は、単発説と誤発説がある。劇中ではバズーカへ再装填する描写はないが、連射する描写はあった。機動戦士、ガンダム MS イグルーに重力戦線、第2話に登場したエルマースネル隊員の陸戦型、ザク2は、左の腰アーマーに筒状の予備弾収納ケースを、 ぶら下げている。劇中に装填シーンはないが、スネル隊員は一回の戦闘で断層なしのザクバズーカを6発以上発射した。第 08MS 小隊では、5発入り場7型断層式のバズーカも登場した。砲王には、バーニー式無反動砲のような4本の分散式ガス、紛失ノズルが設けられている。シャー少佐は、対ガンダム戦でもザクバズーカを用い、 大気圏突入直前の戦闘ではガンダムの盾を貫通する威力を見せる。アバワクーでは本武装による攻撃でガンキャノンが膝から下を吹き飛ばされる。ヒートホーク陣の部分に高熱を発生させることで敵を切り裂く兵装。ザクアイ用ヒートホークの発展型。買い方や J 型に装備されたものをヒートホークタイプごとする資料も見られる。 実体人がないビームサーベルと刃を打ち合わせ、つばぜり合いすることが可能だった。この原理については、諸説があるが、IH 説、刃の加熱に電磁誘導を用いているため、周囲に強力な磁場が発生している。そのためビームを磁力で封じ込めている、ビームサーベルとは反発し合う、というものが有力となっている。葉は 4?5 回の戦闘でダメになってしまう、使い捨て兵器である。 テレビ版作中では、第4話で、シャアが使用し、名称は、テレビ版、第5話で研究される。作中では、グフヤズダも装備している姿が見られる。ルナチタニウム製のガンダムのシールドを叩き割り、ガンダム NT-1 を大破させる描写も見られた。第10話のザクが使用した動力パイプのないタイプや、両刃にしたヒートトマホークなど、生産形態は明確ではない。 その他の武装機種固有の武装は、各機種の項目を参照。MS-06 という型番や、ザクマシンガン、120ミリマシンガン、ザクバズーカ、クラッカー、超高スチール合金といった単語、走行速度時速85キロ、出力5万5千馬力といったスペックの類は、RX-78 ガンダムのルナチタニウム等と同様、日本サンライズ側が、 機動戦士ガンダムオンエア中の1979年から、その後1981年前半にかけて講談者、軽文ブ等の発行する、出版物向けに用意し提供したもので、映像作品の劇中で明言はされない。ザク2以外のジオン、ガワモビルスーツ、モビルアーマーの型番が生み出され、旧タイプのザクに、ザクアイというペットネームと、 MS-05 という独立した型番が与えられたのは1981年9月27日発行のガンダムセンチュリーが初出となる。メディアミックスが多数存在するガンダムシリーズにおいてサンライズの堀口茂は模型雑誌の対談に際しフィルム化されたものがオフィシャルという立場を説明している。前兆、前行をはじめとした数値的な諸元は資料。 媒体によって一定しない。1989年には、振動者が編集、構成を担当した MS 大図鑑パート11年戦争編で一覧表として掲載されていたが、ザク2の項目の元に、また数値の異なるザクの項目があった。実は、下の項目は FZ 型の数値であったのだが、流通しているザク2の所言はこの2つの項目がない混ぜに、 なってしまっている。MSV の文字設定が初出。外観はガシャポン戦士で SD としてイラスト化、写真シール化され、MSV の続編企画、MSVR で大河原によって通常の投身で設定画が描かれた。名称はガシャポン戦士では先行量産型ザク、MSVR ではザク2初期生産型あるいは単にザク 2? その後は 先行量産型ザク2、ザク 2A 型と一定しない。宇宙世紀77年8月に試作機がロールアウト。C 型以降と異なり、ザクアイと同様のスパイクのない球場のアーマーを両肩に装備しているのが特徴である。また、重力下での運用には対応していないとする資料もある。本来はザクアイに続く。 ms-05c として計画されたと言われるが、新たな形式番号が与えられている。これは、構造自体の抜本的な変更以外にこれ以上の性能向上は望めないためとされるが、一説には、開発費の高騰から別の兵器の予算枠を活用されたためとも言われる。なお、形式番号末尾の A は開発当時にはなく、後に、 バリエーションが増えたために便宜上付けられたものである。78年1月からジオニック社のズムシティ交渉で製造開始、パーツを再度3内に輸送してのノックダウン生産で量産が開始されるが、少数の生産に止まり、生産ラインは C 型に引き継がれている。ただし、C 型が本格的量産体制に移るまでの約半年は量産が続けられており、 試作機を含む91機が生産されている。第1次、第2次生産の K72 機は完成と同時に実戦配備され、回線前までに両型の装備を C 型と同様にレトルフィット、さらに FCS などアビオニクスも回収されていることから、外観や運動性能から A 型を識別することは難しいとされる。また、これらは全て実戦参加している。 コックピットは、ザクアイから大幅な変更点はなく、機種転換はスムーズに行われている。また、初期の MS パイロット連成における本機の功績は大きい。作敵から感染などへの効率的な攻撃手順、また整備、可動機の確保など、連成と同時に問題点の洗い出しも、共同機動代隊で徹底的に行われている。中でも、 C3I の活用が不可能なミノフスキー、粒子散布下において、あえて最前線の指揮官を占領と位置づけ、より多くの責任と権限を与えることにより、現場の判断で臨機応変な意思決定が迅速に行われるようになる。海戦当初の電撃作戦を行ったほとんどのパイロットが本機で操縦技術や連動を磨いており、前線指揮官としての能力を身につけている。 本機は、その後、機体の不足から C 型や F 型に回収されているが、最終的には、同大体に配備された機体のみが残されたというが、戦後にその姿を見ることは、非常に稀である。再度三中域で本機を使用して、あらゆる運用試験が行われ、ザク2の基本性能の高さが実証されることにより、汎用性を活かした発展型の開発が進められる。 2機の試作機はジオニック社内で発展型のテストベッドとして運用され、それぞれ J 型と S 型の試作型に改造されている。カラーリングは月の裏側での試験運用時はデモンストレーション用にザクアイに近い緑と青を基調としているが、実践配備機は C 型以降と同じノータングリーンを基調とする。また、共同機動代替所属機は青と白を基調に、 胸部などが濃淡グレーで塗り分けられている。木次へ移動するガンダムセンチュリーの文字設定が初出。同書に A 型は登場せず、本機が初期生産型とされた。外観はガシャポン戦士で SD として写真シール化され、ゲーム、機動戦士、ガンダムギレンの野望シリーズで通常の闘身で CG 化されたが、いずれも買い方と変わらない。名称は、 ガシャポン戦士では、第一次量産型ザク、技連の野望では、ザク2初期型とこちらも一定しない。なお、機動戦士、ガンダムザオリジンに登場する機体は後日。A 型の量産はすぐに決定されるが、キシリアザビ大佐から、連邦軍が MS を開発した場合を想定した装備の見直しを命じられ、急遽量産を一時中断して、再設計が行われる。その結果、 右肩にスパイクアーマー、左肩にシールドが装備され、外観は後の F 型と同じになっている。また、コックピットの開閉システムなど内部構造の改善や設計変更、実動データのフィードバックなどにより、工業製品としても高い完成度を達成している。比較的簡易な調整や装備の乾燥によって、重力下での戦闘にも対応可能な高性能機であり、 ザクが名機と呼ばれるゆえんとなる。バズーカによる核弾頭の使用も前提とされており、装甲は核爆発の放射線をほぼカットする30複合装甲となっている。そのため、本体重量は72トンに達する。A 型のロールアウトの翌月である77年9月には先行量産を開始、本格的な量産は A 型と同じ78年1月から、 生産拠点を拡大しつつ、6月には A 型から完全に移行している。236機が生産され、開戦時の主力機となっている。アニメ、機動戦士ガンダムに登場するザクにガンダムセンチュリーや MSV などの設定が付加されたもの。その後 OVA、MSE グルーなどに登場する。前期型、中期型とも呼ばれるほか、形式番号の ms-06 階から f 型とも呼ばれる。単純にザク、あるいはザク2といった場合は本機を指すことが多い。初期量産型は対角装備が施されているため重量が72トンに達し、機動性に難があった。このため、核弾頭使用の必要がなくなった南極条約後に製造されたのが c 型から対角防備用30複合装甲と、 放射線遮兵役を取り除いた F 型である。熱核融合ジェネレーターをジオニック社と M&Y 公社が開発した、回56ミベグ M3ES に刷新、コクピットの干渉装置も前型と比較し強化されている。また、腕部には武器搭載用システムが追加されている。姿勢制御用ロケットが必要最低限しか装備されておらず、熱線の放出を抑え、 敵の作敵を回避する処置を施している。これによって感染の照準をかいくぐり、開戦初期に戦果を上げた。グラナダやジオン本国で製造され、一週間、戦争時点で A、C 型と共に運用されているものの、生産数はさほど多くなかったことから、一週間戦争後に接収したコロニーの工業ブロックにおいて増産が行われている。生産された時期、 工場によって細部は異なり、S 型の登場以前には頭部に中隊長のマークをつけた機体も存在した。後に、パイロットの要望に合わせ、買い型から発展した S 型が開発されている。MSV が初出であるが、それ以前に、大河原が本機に告示したザク2の頭部イラストを発表している。名称はザク 2FS 型とされることもあるが、単に、 ザク2と表記されることが多い。なお、書籍 MS 大全集シリーズでは、形式番号が長らく MS-06S とされていたが、2013年版で修正された。買い方の頭部に30ミリ機関砲4門を増加装備し、白兵線における火力を強化したマイナーチェンジ版。買い方の生産ラインから一定の割合で、 改装されるが、出来の良い完成機を得り抜いて、ベース機とすることが多く、生産数はそれほど多くない。ランドセルは F 型をベースに、S 型に近い衣装が盛り込まれている。別の機体のために開発された新型のロケットモーターを搭載した機体もあり、カタログスペック上は、スラスター水力も向上しているが、スペック自体に幅が設けられている。 S 型が登場するまでの間、上位機種の一つとして、舞台指揮官や接近戦を主任務とする舞台に配備されているが、実戦参加記録はほとんどない。目次へ移動するアニメ、機動戦士ガンダムに登場する、シャア専用、ザクにセンチュリーで設定が付与されたもの。形式番号は、同書発行の直前に公開された、劇場版第一作のパンフで、 ms-06 または ms-06s と表記されたのが初出である。シャア専用ザクザク2の他に名称は指揮官用ザク指揮官型ザク2があり単にザク2とも呼ばれる。ただし本機に限らず買い方や f2 型 fz 型などにブレードアンテナを装備した機体も指揮官機とされるため本校では格好書きで 形式番号に由来する S 型を付与して区別する。中隊長クラスの優秀なパイロットの要請に応じて開発されたタイプ。当初は C 型を発展させた高機動型を開発、生産する予定であったが、開戦前の時点では改良箇所が多く生産効率が悪いため見送られ、変わって開発される。 R 型の設計思想に基づいた機体を F 型の設備で生産するという先行試作型とも呼べる機体であり、機動性向上のための技術開発の実践投入試験機としての側面を持つ。買い方をベースに推進エンジンの出力を30%アップし、機体の構造材に特殊材料を用いた高性能タイプ。外観上は F 型とほとんど変わっていないように見受けられるが、 内装部品は特殊なものが多く、機体性能は2割ほど向上している。ただし、基本的に各部のユニット規格を維持したままでの高性能化であり、部品単位で部止まりの良いものが厳選されているものの、買い方との部品共有率は80%とも90%とも、言われ、代用が可能となっている。また、装甲材の素性や構造も改善されている。 高性能であるものの非常に扱いにくい機体となっており、初心者が登場した場合は、まともな作戦行動すらできなかっただろうとされる。機動性は向上するものの稼働時間は F 型より短いと言われるが、これは数値上の誤解であり、戦闘時のスラスターの使用頻度を上げないことで、各自によって戦闘時間は拡大されており、本機を蒸気とするパイロットからは、 高評価を得ている。また、ノンオプションで、大気圏内外の環境に対応可能であり、高級機としての側面も持っている。グラナダの実験場において、テストが主に行われるが、その内容には、対 MS 線を視野に入れた模擬戦闘も含まれている。2週間のトライアルの後、いくつかの交渉の使用許可を取り付け、各部品のチューンアップ及び改装を開始。 生産ラインから抜き出したフレームに実装され、実証テストが繰り返されている。A 型から少し遅れて生産が開始されるが、数期生産された属に、初期タイプと呼ばれる機体は、脚部のシルエットはそのままに、ユニット側面にサブスラスターを増設した仕様となっている。しかし、ベテランパイロットによる実動データにより、脚部のスラスターは、姿勢制御のみならず、 軌道そのものにも重当した方が総合水力が向上することが判明する。本機の開発開始から1ヶ月ほどで専用のロケットモーターが完成。ただし、限られた容石で目標のスペックを達成するのは困難であり、外装形状にも若干の手直しが行われている。この外装を基本構造として本格的な生産が開始され、78年の 後半に集中して実戦配備されている。FS 型とともに新鋭機の秘密保持のためすべてジオン本国で生産され、海戦初期まで F 型として運用されるなどの情報操作も行われている。最終的に約100機が生産され、一年戦争の初戦で目覚ましい戦果を上げている。主に指揮官向けに配備されているため、 指揮官用ザクと呼称されることもあるようだが、あくまで通称であり、正式名称ではない。OVA 機動戦士ガンダムダブルオースターダストメモリーに登場。ザク 2F2 型あるいはザク2後期型とも呼ばれるが、単にザク2とされることが多く、また、下位2型は F2 型と発音する。メカニックデザインは過トキ始めで、ベースとなったのは雑誌規格。 ガンダムセンチネルのラストとして1990年に模型紙、モデルグラフィックスに掲載されたガンダムセンチネル0079でカトキがリファインしたザク2である。カトキによれば、打ち合わせでは FZ 型にとらわれないザクというコンセプトであったが、なぜか下半身が FZ 型に酷似してしまったという。下位2型では、腰部スカートを中心に一部ディテールが省略されている。 機体の軽量化とジェネレーター出力の向上を目的に買い方を回収した後期生産型。買い方の地球効果作戦以降の実動データが反映されており、基本スペックをタイ MS 戦闘まで引き上げることを目標にしていたとも言われる。買い方の弱点であるコックピットハッチ周辺の走行の脆弱性を解消するために仕様変更され、 胸部に増加装甲が取り付けられており、他の同型機との最大の差異となっている。コックピットはドムから採用されたダイレクトイン方式の改良型で、左右どちら側からも搭乗可能となっている。推進機と姿勢制御用スラスターも増設され、F 型よりも水力や出力がアップしており、S 型ほどではないが、総合性能向上型としての側面も持つ。また、 F 型よりも重力化戦闘への適応能力に優れ、ほぼ無改造で標準的な軍事行動に投入可能であるという。当時は新型機の開発などが急ピッチで進められており、生産ラインの確保は難航したとも言われるが、いくつかの生産拠点において製造されており、同時期に生産された連邦軍の初期型ジムをしのぐ性能を誇る。 統合整備計画の実施以降に生産された機体は第二期生産型と呼ばれ、コックピットや一部内装品、一部部材のスペックが異なる仕様となっている。同期は既存の機体と比較して操作が簡便で、新兵や学徒同意運兵などにも歓迎されている。実際の運用に関しては、広告軍の縦割り構造や補給路の寸断などから思うようにいかず、 陥落後のソロモン周辺域やアフリカ戦線などの一部地域、中域に偏った形でのみ配備されている。未納品在庫として、バックヤードに残されていた機体も相当数に上り、一年戦争終結後の広告軍残党の戦力とされた事例が多数、報告されており、デラーズ紛争に関連するほとんどの局面において、本機が関与するという事態も起きている。また、戦後に、 多くの機体が連邦軍に接収され、そのまま使用されたケースも多い。新兵にも扱いやすいことから、訓練や演習のアグレッサーとしても多用され、本機で一人前になったことを辞任する連邦軍パイロットも少なくない。なお、本機の生産設備のほとんどは戦争によって失われている。また、連邦軍が本機を再考察することにより、後にハイザックを生み出すことになる。 デラーズフリートは、本機の胴体部と腕部を流用したドラッツェを製造している。目次へ移動する OVA、機動戦士ガンダム WO ポケットの中の戦争及び、アニメ版、機動戦士、ガンダム UC に登場。メカニックデザインは、伊豆淵豊。ゆたか。0080の制作発表直後の雑誌では、MS-06 解削と紹介されており、伊豆淵も当時のインタビューで、 リファインであると述べている。これは書籍エンターテパーメントバイブルシリーズでも踏襲されており、リックドム2やゲルググ J と異なり、名称や形式番号が変更されていないのは、生産数が多くすべて回収機として扱われたためと解説されている。プラモデル発売以降は別の機体と設定されたが、アウターガンダムをはじめとする同時期の サイバーコミックスなどに掲載された漫画では、本機のデザインを、通常のザ雑通のリファインとして描くことが流行し、0080のリリース終了後に、同作品のスタッフによって制作された、書籍、m s エラ0 0 0 1から0080ガンダム、戦場写真集でも、同様の手法が取られている。伊豆ブは、0080の MS のデザインの中でも、 ザクは完成されているためアレンジが難しかったと述べており、後年にはこのデザインはさすがにやりすぎだったと述べている。なお、プラモデル発売以降の名称は、ザク改めあるいは、ザク2最終生産型とされていたが、模型雑誌、ホビージャパンで、ザク2回とされ、以降は、ほぼこれに統一されている。統合整備計画によって改善された、第2期生産型 MS の一つ。 連邦軍 MS の登場や、自軍の新型機の開発により、ザク通自体の性能が劣り始めており、そのため新型機のデータをフィードバックし、チューンナップが施されている。また、会2型の回収結果を踏まえて、走行形状、材質や機体バランスのさらに徹底した見直しにより、それまでのザク通とはかなりかけ離れた外観を持つに至っている。 最も大きな回収点はコックピットで、訓練不足の新兵でも十分に扱えるほど良好だったとされる。他に、機体各所のアポジモーターやバックパックのスラスターを増設、大型化しており、総水力は前期型と比較して70%増となっている。その反面、推進材の総量は変わっておらず、戦闘最大水力時の限界時間は半分に落ちている。 装甲もかなり強化され、武装も一新されており、連邦軍の事務に遅れを取ることはなく、かなりの高性能を実現している。S 型や R 型に匹敵する、ジェネレーター出力やスラスター推力を持ちながら、K 型に匹敵する、素直な操作性は、ドムやゲルググに匹敵する運動性能を引き出したと、される。ロールアウトは、終戦の1ヶ月前であり、本機が、 ザクの一年戦争における最終生産型となるが生産数は少ない。宇宙艦隊の一部の部隊が使用したのみで地球上に降りることはなく実戦参加回数も少ない。なお、頭部のバリエーションとして B タイプと呼ばれるフリッツヘルムを被ったような外観のものもある。これは現地での修理あるいは改造の際にパイロットなどの要請を受け入れ、 頭部に増加装甲を施したものである。目次へ移動する原作者、富野義行の小説、機動戦士ガンダムに登場するザクは、外見は基本的にアニメその他の F 型を踏襲するが、以下のような違いがある。頭頂口が16メートルである。マニピュレーターの人差し指先端にレーザートーチが装備され、建材や敵機の薄い装甲などを焼き切ることができる。 正式塗装がグリーン系ではなく白褐色である。有重力化でバックパックのスラスターを使用してジャンプした場合、その最高高度は800メートルほどと設定されている。漫画、機動戦士、ガンダムザオリジン連載にあたって、大河原邦夫によって、従来のものとは一部が異なるザク通の設定画が描かれ、主に物語の前半に登場した。 従来のザクスと大きく異なる部分は、胸部でコックピットハッチの形状が異なり、右胸に3連装バルカン砲が内装されている。また、左前腕向こうに2門の機銃を内装したユニットも取り付けられている。傾向するマシンガンはベルト球団式に変更され、断層はランドセル下部に設置されている。バズーカは断層を上部からセットする。他に、 原作版と同様の機体や蒸気との中間的な機体も登場している。また、アバオアクーで反乱部隊鎮圧のため出撃するキシリア部隊機は、頭頂部にカエデ状のクレストを有し、黒とグレーを基調に塗装され、シールドに三日月とジオン広告章からなるマークが描かれている。OVA 化の際には、カトキはめによってデザインのリファインが施され、 上記の大河原版など漫画版に登場した様々な機体を踏まえて形式番号や武装に関する設定の追加、整理が行われた漫画 OVA 機動戦士ガンダムサンダーボルトに登場大型のランドセルを装備しており、機動性と運動性の向上を目的とした4機のスラスターと10機のアポジモーターのほか、プロペラントタンクや軽作業用の一体の サブアームなどを備えている。このランドセルは通常のランドセルの上から装着し、作戦途中でパージすることも可能。また、関節部と動力パイプはシーリング処理されており、姿勢固定用クロが測定部に追加されている。武装はザクマシンガン、ヒートホーク、マガジン式に改良されたザクバズーカで、これらはすべてランドセルに装着することができる。また、 機体以上のサイズを持つ長距離ビーム砲、ビッグガムを運用することも可能。かつてサイド4であった暗礁中域、サンダーボルト中域で活動するリビングデッド師団に配備されているが、アバオア空防衛戦やサンダーボルトガイデンに登場する別のエリアに配備されているザク2もすべて同じタイプである。ありがとうございます。